イシオンは韓国の女優である。所属事務所は H ブラザーズ。イシオンは中西北道清原郡でユンネという名で生まれ、後に現在の名前に改名した。9歳の時、ソウルに引っ越した。青切ごと高等学校、道徳女子大学校衣装デザイン学科を卒業した。2008年スーパーアクションで放映された。 都市会団デジャブシーズン3で俳優としてデビューした。2009年1月29日のインタビューで自身が1982年生まれと美容整形手術をした事実があることを告白した。2009年 KBS、風の国で初の地上波 TV ドラマに出演。その後、花より団子の民事役で大きな注目を浴びた。2010年には KBS、 セリブの誕生で、財閥家の相続人プテヒ役を演じ、ファッション等、大きな関心を集め、KBS、芸能中継 MC に抜擢される。女子ボクサーをテーマにしたドラマのヒロインが、きっかけとなり、ボクシングにも挑戦し、韓国代表選考会も兼ねた2012年12月の、第66回全国、アマチュアボクシング選手権大会に女子48キロ以下級に、出場。 2013年4月国家代表最終選抜 1048kg 級決勝で勝利し韓国代表入りを果たす。ありがとうございます。